皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回もゆっくり解説をやっていくぜ。高評価、チャンネル登録、拡散もよろしくね。今回はブリーチのあのキャラを解説していくぜ。お願いします。サラキ隊第三席、まだらね一角だ。てめえは名乗る必要はねえ。俺の名だけをよく覚えときな。てめえを殺す男の名だ。ということで今回解説するのはブリーチの登場人物、マダラメ一角だぜ。ハゲね。ということで解説していくぜ。マダラメ一角、ブリーチの登場人物で、11番隊第三席だぜ。見ての通り、スキンヘッドだが、当然ながらハゲと言われると切れるぜ。ちなみに、髪の毛は毎日剃ってるらしいぜ。11番隊の大使らしく、粗暴かつ非常に好戦的な性格で、切り合いの殺し合いを好んでるぜ。ついていることにこだわりを持っており、任務をサボったおかげで偶然イチゴと出会った際にはついてるといい、月々の舞なる奇妙な踊りを見せたぜ。あれめっちゃ変な踊りよね。死神になる以前はルコン街で戦いに明け暮れていたらしいぜ。綾瀬川弓近とはルコン街からの付き合いだぜ。やがて、死神になる前の剣八と戦うことになり、敗北してるぜ。その時にとどめをさせというも見逃されるぜ。剣八は一角のことをそれなりに高く評価してたらしく、殺すのは惜しいと思ったようだな。この時の出来事から、自身の運にこだわるようになるぜ。一角はやたら運について話すことが多いわよね。その後は剣八を追う形で後手13隊に入隊し、11番隊に所属することになったようだな。この過去から、一角は剣八のことを非常に慕っており、彼の下で死ぬことにこだわってるぜ。なので、挽回を得得してるにもかかわらず、隊長になる気はなく、挽回を使えることを隠してるぜ。手先が器用で、ヤチルの鞘に補助輪をつけてるぜ。また、書類関係の仕事は基本的に一角が担当してるようだぜ。一角は器用だから雑務とか結構やらされてるみたいね。一角は戦いの遊戯を大事にしてる節があり、相手と戦う時は必ず名乗ってるぜ。いわく、自分を殺した相手の名前を覚えておきたいものだかららしいぜ。どうやら、マダラメ一族はルコン街で切った張ったを繰り返していた一族らしいぜ。これにより、一角は親が次々と死んで親戚をたらい回しにされたようだぜ。千年決戦編で登場したマダラメシノは一角と血縁関係にあるらしいぜ。シノって13番隊大使よね。確かに頭がテカってたし、伏線は存在してたけどびっくりしたわ。さっき言ったように親がたらい回しにされまくってたため、どういう関係なのかよくわからないらしいぜ。見た感じ、一角の方が年上であるぐらいしかわからないぜ。さっきも言ったが、剣八の下で戦って死ぬことにこだわってるので、人前で挽回を使うことを嫌い、たとえ死ぬことになったとしても本気を出さないぜ。全力を出さずに負けることも多く、これについては読者や視聴者からたびたび物議を醸してるぜ。てか、11番隊の死神は何らかの理由で、本気で戦わない人物が多いわよね。能力解説の時に詳しく話すが、一角はとにかく弱いというイメージが定着してるぜ。一応、一角は三席の中では強いとされてるが、劇中では負けてることが多いのでいまいち説得力がないんだよな。一方で、事務仕事が得意だったり、手先が器用だったり、剣八に代わって現場指揮することも多いようで、戦うよりも戦闘補助やサポートの方が向いてると思われる描写が多いぜ。一角って器用よね。ということでここからは彼の主な対人関係について話していくぜ。お願いします。弓近とはルコン街の頃からの付き合いで、仲がいいぜ。基本的に二人で行動してることが多いぜ。だが、共闘することはほとんどなく、戦う時は基本的に別々だぜ。これは11番隊は1対1を好むものが多いからだぜ。どうやら、弓近は一角の戦いを美しいと思ってるらしく、一角が挽回を使えることを知っているぜ。一方で、一角は弓近の残白刀のことはよくわかっていないようだぜ。相棒、友達と言える関係かもな。付き合い長いわよねこの二人。剣八のことは敬愛してるようで、彼の下で死ぬことを目標にしてるぜ。一角は剣八を超えるというよりも剣八と共に戦い続けることを望んでるようだぜ。一角は彼の影響を大きく受けてるようだぜ。アニオリでは二人の過去が多めに描かれてるぜ。剣八も一角のことは部下として信頼してるようで、事務作業は一角に任せてるようだし、彼に相手を譲ることもあるぜ。一角にとって剣八は憧れの存在であることがわかるわね。
ヤチルに対しては普段は立場が向こうの方が上なので敬語を使ってるが、彼女からツルリンと呼ばれることは心底嫌がっており、ツルリンと言われるとタメ口を叩き切れるぜ。また、ヤチルの霊圧探知能力のずさんさも理解しており、副隊長の道案内は当てにならないと言い、彼女を怒らせてるぜ。喧嘩してる描写が目立つが、基本的にそこまで険悪な関係でもなさそうだぜ。この二人喧嘩してる描写が多いけど言うても仲がいいわよね。イチゴは精霊艇に突入した時、最初に一角と交戦してるぜ。一角は同じ一の字を持つ者同士だからか、イチゴにシンパシーを感じてるようだったぜ。一角はそれゆえにイチゴの名前を素直に褒めており、イチゴ曰く、名前を褒められたのは初めてとのことだぜ。イチゴに敗北した後も何かと張り合う描写があるぜ。また、アランカル編では一角が現世に来たりなど、死神の中でもイチゴと関わることは多めだぜ。何かとイチゴと関わってるわよね。レンジとは事実上の師弟関係だぜ。レンジの名を名乗る遊戯も一角からの受け売りだぜ。レンジは一角のことを尊敬してるようで、レンジが11番隊にいた頃は一角に稽古をつけてもらっていたらしいぜ。アランカル編でもレンジは一角に同行を頼んでいたぜ。レンジは一角が挽回を使えることを知ってる数少ない人物の一人だぜ。一角はレンジの意気込みを買ってる描写もあり、彼のことを認めていたようだぜ。ぶっちゃけ一角よりもレンジの方が強い気がするわ。朝の敬語の姉である水穂には惚れられており、曰く、坊主が好きだからとのことだぜ。現世にいる頃は水穂の家に世話になってたぜ。一角自身、義理は通すタイプなので住まわせてもらってる以上、基本的に家主に文句は言わず、水穂から変な服を着せられても嫌がりはしてもちゃんと応じてるぜ。アニオリでは一角と水穂の話がちょいちょい描かれていたぜ。ちなみに、敬語は一角の射程みたいな感じになってたぜ。割とそこら辺律儀よね。シノに対してはいとこであるもののそっけなく接してるぜ。だが、一角は彼女が戦い向けの人物ではないと判断してるようで、彼女が前線に駆り出されることが多い11番隊に入隊しなくて安心してたらしいぜ。また、技術開発局のアコンとは仲がいいらしく、彼に入れ歯を作ってもらってたようだし、挽回も修復してもらってたぜ。イバは昔11番隊にいたらしく、一角は彼に敬語で話してるぜ。どうやら、一角はイバと戦うことが多いようだな。一角の主な対人関係はこんな感じね。ということでここからは彼の能力を解説していくぜ。お願いします。彼は残剣早期のうち、残術が優れてるぜ。残術は三隻にもかかわらず、副隊長クラスの実力があり、挽回を習得してるぜ。三隻で挽回を得得してるのは原作では一角のみだぜ。白田も近接戦闘を行うだけあり、それなりに優れてると思われるぜ。歩法は波、軌道は全く使えないぜ。しかも一角は残白刀を使った近接戦を好むので、軌道を覚える気すらないぜ。また、霊圧探知能力も優れてるとは言えず、夜一の瞬行を雷と勘違いしてたぜ。三隻の割にかなり強いらしいわね。彼は刀と鞘を使って戦うぜ。刀と思わせておいて鞘で攻撃し、相手の隙をついて攻撃することが多く、力技で攻めまくる剣八とは対照的で、技巧派だぜ。エドラドによると、一見頭を使った戦いに見えるが、楽しむために戦ってるとのことだぜ。まあ、確かに不意をつくことはできるが、初見で対応することも十分可能だし、失敗すると反撃されやすいため、ギャンブル性が強い戦い方でもあるぜ。一角のトリッキーな戦い方が好きという人も多いわよね。また、彼の残白刀の掴みは血止め薬が入っており、これを使って血止めしてるぜ。ただし、これに関しては残白刀の能力というわけではなく、一角の工夫によるものだと思われるぜ。という風に、一角は戦い方が技巧派で、彼本人の器用さがわかるな。ちなみに、本人は一対一を好むが場合によっては複数人で戦うこともあるぜ。戦い方に性格が出てていいわね。ということでここからは彼の残白刀を解説していくぜ。お願いします。伸びろ、ほおずき丸。ほおずき丸解放は伸びろ。鞘と刀を重ねて解放するぜ。解放すると木製の槍に変化するぜ。だが、実際は槍に見せかけた三節棍であり、サケロの解放で曲げることができ、変幻自在の残白刀だぜ。技巧派の一角らしい能力だな。ただし欠点があり、とにかく脆いぜ。マジで鉛筆並みに脆く、イチゴが少し掴んだだけでひびが入ってたし、視界するたびに破壊されており、破壊されない方が珍しいというありさまだぜ。
マジで脆いわよね。確かに変幻自在の戦術ができれば強いのかもしれんが、それにしても脆すぎであり、読者から最弱の残白刀と揶揄されることすらあるぜ。獅子河原との戦いで一角は宝月丸が折れた?と驚愕していたが、読者からはいやいつものことだろと突っ込まれていたぜ。11番隊は直接攻撃系の残白刀が暗黙の了解とされ、一角の残白刀はその典型例だな。マジで一角の技巧派な戦法でないと使い物にならない残白刀だな。マジで弱すぎるわこの残白刀。ということでここからは彼の挽回を話していくぜ。お願いします。幽門宝月丸。三つの特殊な形状をした巨大な刃物を鎖で一連に繋いだ形状になるぜ。能力は攻撃力拡張で、アランカルのイエローやすやすと切り裂くほどの破壊力だぜ。だが、幽門宝月丸の真骨頂はそこではないぜ。繋がれた三つの刃の中心に位置する刃には竜の門が掘られており、幽門宝月丸で攻撃したり攻撃を受けたりして衝撃が伝わるごとに端から徐々に赤く染まっていき、赤く染まっていくごとに幽門宝月丸の霊圧は高まっていき、同時に破壊力も上昇するぜ。要するに徐々に攻撃力が上がっていくわけね。そして、竜の門がすべて赤くなることで初めて幽門宝月丸の攻撃力が最大になるぜ。宝月丸は一角によるとのんびりやらしく、せっかく挽回してもすぐには本気を出せないようだぜ。攻撃力特化というロマンあふれる能力、かっこいいデザイン、徐々に攻撃力が上がるという一角らしい能力ということもあり、挽回の中でもかなり人気が高いぜ。だがな、この挽回、でかい欠点があるんだぜ。それは何?脆いんだよ。攻撃力特化の能力で、それ以外は強化されていないらしく、防御や速力強化はないようだな。エドラドを一回切り裂いただけでヒビが入っており、戦いが終わった後はボロボロだったぜ。攻撃するだけで傷つくありさまで、マジで耐久力が挽回とは思えないほど貧弱だぜ。しかも挽回は壊れたら治らないという、一角に追い打ちをかけるだけの設定が最終章で明かされたぜ。マジで挽回が治せない設定いらないと思うわ。要するに壊れることで進化が発揮するのに壊れたら治らないという、挽回の仕様と超絶アンチシナジーの欠陥挽回なんだよ。一応、攻撃することも霊圧、攻撃力上昇の条件なので、壊れなくても力を解放すること自体はできなくもないだろうが、やはり幽門宝月丸が脆すぎてそれは難しいだろうぜ。攻撃するだけで壊れるほどの貧弱っぷりだからな。あまりの弱さに挽回最弱候補筆頭となってしまってるぜ。どうしてこうなった?一応、アコンによって形だけは修復されたようだが、本来よりも性能が落ちてしまってるぜ。まあ、最悪織姫の自称の拒絶で直すことは可能なんだろうが、それにしても不遇すぎるぜ。他の挽回の使用者は修復機能があったり、多少壊れたぐらいでは問題がなかったり、壊れても改造できたり、単純に頑丈だったりで、何らかの強みを持ってることがほとんどだぜ。これだけ挽回のデメリットが不利に働いてるのは現時点では幽門宝月丸ぐらいで冗談抜きで弱すぎるぜ。最弱の挽回を語る上で幽門宝月丸はその筆頭候補になることが多いわよね。一角は隊長に推薦されることを嫌い、挽回を使わず、本気を出さずにやられることが多いぜ。だが、一部の読者からは、一角が挽回使えたところで雑魚能力出し隊長になるのは無理だろと揶揄されることすらあるぜ。最弱の挽回の話になると幽門宝月丸と弱宝雷光弁の二つが筆頭候補に挙げられることが多く、さらには弱宝雷光弁ですら強みがあるのに幽門宝月丸はそれが全くないぜ。もうやめて、幽門宝月丸のライフはゼロよ。それだけでなく、鳥居の攻撃性能、範囲ともに国上天剣明王以下であることが明かされ、実質国上天剣明王の介護官だぜ。これらの要因もあり、幽門宝月丸は読者からはぶっちぎりの最弱挽回と言われることが多いぜ。まあ、誰がどう見ても現時点での最弱挽回は満場一致で幽門宝月丸だろうぜ。一角がなかなか挽回を使わないのは使えば使うほど弱体化する可能性が高いから。というのももしかしたらあるのかもしれないぜ。どころか、弓地下の視界のルリー6弱よりも弱いとか言われてるわよね。ルリー6弱はかなり強い視界だからな。だが、いくらなんでもそれはない。と思いたいぜ。一応、挽回は視界とは比べ物にならないほどの莫大な霊圧があるという設定だし。まあ、
アイゼンのように司会すらせずに挽回をボコるパターンもあるが、あれはアイゼンが異次元すぎるからだしな。霊圧量の関係でさすがにルリー6弱より龍門宝月丸の方が弱い。ということはないと思うぜ多分。めっちゃ自信なさげやん。とまあ、一角の能力の解説はこんな感じだな。ということでここからは彼の活躍を話していくぜ。お願いします。初登場はソウルソサエティ編で一語と交戦し、敗北したぜ。その後はマユリから情報を聞かれるが、一角は黙秘を貫き、そんな時にケンパチに助けられ、ケンパチに一語の情報を提供したぜ。その後はケンパチが織姫たちに協力することになり、一角も協力したぜ。その後は伊庭と戦うことになるが、決着はつかなかったぜ。アランカル編では筆画や先遣隊として現世に行き、エドラドと交戦したぜ。最終的には挽回を使い、勝利し、巻き込まれた警護を助け、彼の家に住まうことになるぜ。アランカル編で一角と弓近がおにぎり云々の話をしてるのが個人的に好き。その後はエスパーダのルピと戦うことになり、手も足も出なかったが、最終的には東四郎が助けたので無事だったぜ。織姫が飼われた後は筆画や先遣隊はソウルソサエティに帰還させられたぜ。カラクラ町決戦では塔の一つを護衛する任務につき、バラガンのフラシオンのチーノンポーと戦うことになり、敗北してしまったぜ。死神大交渉室編では獅子河原萌と戦うことになり、宝月丸がおられるも、殴り合いで勝利したぜ。これが一角の最後の活躍ね。千年決戦編では一次進行はクインシーにやられたようだぜ。二次進行ではマスクドマスキュリンにやられたぜ。その後は回復したようで、イチゴの援軍として駆けつけ、ユミチカと共にジジと戦い、ゾンビ化したバンビエッタ相手にはユミチカとの連携もあり前線するが、ゾンビ化した東四郎にやられてしまったぜ。その後は霊王宮に突入するも、特に見せ場はなかったぜ。最終決戦から10年後にはヤチルがいなくなったこともあり、副隊長へと昇格していたぜ。これで一角の解説は終わりね。総括すると彼は設定によってデバフをかけられた人物と言えるぜ。だが、戦いの遊戯にこだわってたりかっこいい面もある人物だと言えるぜ。そうね。ということでまだらめ一角の解説は終わりだぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。